元気な産声とともに生まれてきたのは達少の娘。達少というのは文字の通りで指が通常よりも多い病気だ。私の心配とは裏腹に達少は1歳の頃に手術すれば完治するらしく、そこまで騒ぐほどの難病ではないとのこと。私は一安心した。しかし義母は医者である夫の和樹と文学部卒の私が不釣り合いだと思っているらしく、せっかくの和樹の血にあんたなんかの血が混ざったからこんな子が生まれてきたのよ、などと散々な言いようだ。その日の深夜だった。私は赤ちゃんの凄まじい泣き声で目が覚めた。思わず電気をつける。泣いたのは私の娘ではなかった。周りを見渡すと血のようなものがついたハサミを持った義母がいた。どうしてここに？なぜ？お母さん、どうしたの？達少の障害者を治してやったのさ。自信満々な義母を見て、私は義母が指を切ったのだと察した。とんでもないこと。恐ろしい。私が慌てて娘の方を見ると、娘はすやすやと眠っていた。それ、娘じゃない。義母は、私が何を言っているのかわからない様子だった。え？義母は何やら慌てた様子。画面は真っ青だ。私は義母のとんでもない行動に、度肝を抜かれることとなった。私の名前はミキ、26歳だ。夫の和樹も同じく26歳。私たちは大学のサークルが同じで仲を深めていき、昨年結婚した。和樹は大学の医学部医学科を卒業し、今は医師として働いている。一方の私は同じ大学の文学部を卒業した後、2年ほど出版関係の会社での事務員を経て、今は専業主婦だ。一人暮らしの母が心配だという和樹の願いで、義実家で始まった新生活。私が専業主婦ということもあり、義母は家事をする素振りは一切見せない。そのくせに難癖をつけてくる。ちょっとこの皿、ここが汚れてるじゃないの。義母が指さしたのは皿の裏側だ。裏側の汚れなんて気にする人がいるのだろうか。そのくらいいいじゃないですか。私はつい本音が漏れる。これだから低学歴は。そう言って嘲笑ってくるのだ。私はこれでも地方国公立大の文学部卒だ。医学部の和樹に私のことは釣り合っていないと思っているのだ。全部やり直しなさい。とんでもないことを言い出す。私があまり乗り気でない態度を示すと。あんた、誰の家に住んでると思ってるの？ここは私の家よ。さっさとやり直しなさいよ。追い出すわよ。その手にはほうきが握られている。叩かれたらとんでもないと私はいやいややり直しをするのである。義母の難癖が及ぶのは皿洗いだけではない。ちょっとここにゴミが落ちてるんですけど。義母が指さしているのは玄関だ。玄関なんて人が出入りする分多少のゴミが落ちているのなんて当たり前だろう。これで拭きなさい。そう言って濡れた雑巾を投げつけてきた。痛い。私は思わず声を上げる。ふっ、情けない嫁ね。さっさと拭きなさいよ。ちょっと何するんですか。何って、雑巾準備してあげただけ。ありがたいと思いなさいよ。そう言って雑巾で拭き終わるまで私のことを見張り続けるのだ。義母の極度の完璧主義が皿洗いや掃除だけにとどまらないのは言うまでもない。私は一日の中で行うほとんどの家事をやり直しさせられる毎日を送っていた。こんなに細かいことなのにそれで全てをやり直させるのはどうかしている。だったら自分でやればいいのに、と毎日思っている。そんな中、私は体調の変化を感じた。
最近体が熱い気がする。極端に食欲がない日もあった。まさかと思い産婦人科を受診すると妊娠が発覚したのだ。早く子供が欲しかったのだが、ようやくその時が来た。和樹は心底喜んでくれた。初孫ができたのだから義母も喜んでくれるかもしれないと思い、義母にも報告をした。お母さん、私妊娠しました。え？なんだって？妊娠した？座りがひどくても家事をサボるんじゃないわよ。その義母の言葉は、私はてっきり励ましの言葉だと思ったのだが、これは大きな勘違いだったと、後に気づくことになる。妊娠発覚後も、義母は私の家事に対しては厳しく指導してきた。私は味覚がおかしくなったのか、変な味付けをしてしまうことが多くなった。なんだいこの味付けは。こんなの私に食べさせる気じゃないわよね。私はつわりで体調が悪い中、一生懸命昼ご飯を作ったのだが、義母は平気で私の作った料理を捨てたのだ。え、ちょっと。あまりに突然の出来事に私は何をすればよいかわからなかった。なんで捨てるんですか。こんなまずい料理食べられないからに決まってるじゃない。昼ご飯作り直しね。私はさすがに気力、体力ともに限界だった。すみません、今日は体調が悪くて、昼ご飯は何か適当に食べてください。私はそう言い残して寝室に向かった。今にも倒れそうな心地だった。その日の夕飯は、私は出前を取ることにした。お母さん、夜ご飯は出前を頼んどきました。受け取っておいてもらえますか？わかったわ。すんなりと心よい返事をする義母に少し違和感を覚えたが、私の視界はあっという間に暗くなった。疲れていたのかもしれない。目が覚めると夜の7時だった。和樹はいつも通り帰ってきてない。リビングに向かうと、出前のうな重がテーブルに置かれていた。お母さん、ありがとうございます。ソファーに寝っ転がっている義母に、私は話しかけた。いいのよ。なんだか、にやついている義母に、私はゾッとした。一番上にあったうな重を手に取り、私は蓋を開けようとした。誰かが開けた形跡がある。蓋を止めてあるテープが剥がれていた。なんでだろう。と思いつつも、蓋を開けると、普通のうな重が出てきたので、安心した。うなぎ一切れと、ご飯を口の中に入れると、とんでもない辛さが、口の中一面に広がった。辛っ。私は、慌ててコップに水を注ぎ、口の中に流し込んだ。うな重を見ても、辛そうなものは入っていなかった。あら。どうしたのかしら。なんか辛くないですか。そうかしら。味覚がおかしいんじゃないの。妙にニヤニヤしている義母に、私は不信感を募らす。今日つわりはそこまでひどくはない日だ。妊娠して普段と違うとはいえ、こんなことありえるのだろうか。私はテーブルの上に普段見慣れない粉からしがあるのに気がついた。この粉からし、お母さんのですか？私は思い切って尋ねることにした。え、それは知らないわ。和樹のじゃない。義母の動揺っぷりを見て、私は確信した。これは義母の仕業だと。粉からしの色とうなぎのタレは色合いが似ているので、かけても分かりづらいのだろう。なぜ義母がこんなことをするのか、私は理解できなかった。その後も私は義母からの嫌がらせが続く日々を送っていた。ご飯はほとんどが出前だった。たまに和樹が早く帰ってこれる時は和樹が作ってくれたが、義母はというと、私最近腰が痛いのよと言い始めて、家事をする素振りは相変わらず一切見せない。そんなのは嘘に決まっているのだ。和樹が家事をしている時には機敏に動き回り、
家事をしているのだから。和樹の前では妊娠中の私を気遣える理想のお母さんを演じているつもりなのだろう。そして待ちに待った出産の時、うげーうげー、辛い痛みに耐え忍んだ甲斐あって元気な産声とともに私の初めての子供が誕生した。時刻は夕方の4時。元気な娘さんですよ。私は感動で胸がいっぱいになった。私は夫がいるはずの方向に目を向ける。さっきまでは手を握っててくれていたはずだが今はいなかった。しばらくすると夫と共に主治医が戻ってきた。何やら深刻そうな顔をしている。娘さんは多死症です。多死症？指が一本多い状態で生まれてきました。え、何？難病？そんなの嫌だ。せっかく元気に生まれてきたのに。心配するな。手術すれば治る。医師である夫にそう言われ、私は一安心した。安心してください。手術は娘さんが1歳になった頃に実施する予定です。詳しい話は後ほど。とりあえず、娘さんは元気ですので。主治医からの言葉に私は平静を取り戻した。よかった。私は分娩室から病室に戻った。4人入りの病室には私の他に3人の妊婦がそれぞれ赤ちゃんと一緒だった。すやすや眠る我が子が私のベッドの横にいた。かわいい。助産師さんに促され、私はベッドに横になって我が子を眺める。そこへ夫が入ってきた。ミキ、やったな。俺のの子供だぜ。私の名前を大声で叫んで少し恥ずかしかったが、それでもこんなに喜んでくれているのはとても嬉しかった。その後二人でどんな名前にするかを決めることにした。決まった名前は水木だ。私の名前のミキと夫の名前の和樹を合わせた感じだ。お互い納得した名前が決定したところで、和樹は職場の病院からの呼び出しがあった。また明日の朝来るから、今日はゆっくり休んで。そう言い残して病室を去っていった。医者という職業は本当に大変だと思う。それでも患者さんを救うことにやりがいを感じている和樹のことが私は誇らしい。夫が去ったと同時に義母が病室へ入ってきた。あらあら、生まれちゃったわね。生まれちゃったわね、なんて言い方は初めて聞いた。はい、無事に生まれましたよ。せっかく和樹の血があんたの血と混ざったせいで汚れちゃったわね。せっかく子供が生まれてきたというのになんてことを言うのか。あら、この子指が6本じゃないの。なんでよ。多死症という障害らしいです。でも1歳の時に手術すれば治るらしいので心配しなくていいですよ。あんたなんかの血が混じるからこんな子が生まれてくるのよ。そう言いながら義母は去っていった。初孫を歓迎しているようには見えなかった。これから先子育てをしながらの生活はどうすればいいんだろう。私は先のことを不安に思っていた。義母は相変わらず家事は手伝ってくれなさそうだし、育児だって大変だ。和樹の仕事もますます忙しくなるだろうし、私は不安で頭がいっぱいになった。しかし一番の不安は義母だった。義母が今私にしている嫌がらせが息子にも及ばないことをただ願うばかりだった。その日の深夜、赤ちゃんの泣き声で私は目が覚めた。私は電気をつけた。私の娘かと思ったら隣の田中さんの赤ん坊の泣き声だった。なんとその近くには義母がいた。なぜ？義母は私の方を見ていた。お母さん、なんで？多少の障害者を直してやったのさ。義母の手にはハサミが握られていた。ハサミには若干血のようなものがついていた。まさかと思い、私は娘の方を見るが、
すやすやと眠っている。義母は何を言っているのだろう。お母さん、どういうことですか。義母は何かに気づいたのか、真っ青な顔をしていた。その時、田中さんが目を覚ました。あ、田中さんが悲鳴を上げ、ナースコールを連打していた。慌てて駆けつけてくる看護師。娘の指から、血が。まさか、義母は田中さんの娘の指をハサミで切ろうとしたのか。田中さんの娘と私の娘を勘違いしたのかもしれない。病室に医師も駆けつけてきた。これは、誰かに切られたような跡だな。医師は、田中さんの娘さんの指を見て、そんなことを口に出していた。医師の視線はおのずと、血のついたハサミを持ち、呆然としている義母の方へと移った。私は何もしていない。まるで自分に言い聞かせているようだ。義母が指をハサミで切ろうとしたことは、誰が見ても明白だった。病院の警備員が病室に駆けつけてきて、義母を拘束した。それにしても、義母はとんでもないことをしたものだ。警察によると、田中さんの娘は軽傷だったため、義母は傷害罪で起訴されるだろう、とのことだ。次の日の朝、予告通り、和樹が来た。自宅にも、昨晩警察が来たらしく、和樹は事情をわかっていた。私は、義母に今までされてきた嫌がらせを、すべて話すことにした。義母が私の娘と間違えて、別の人の娘さんの指を切ろうとしたことも話した。義母は和樹の前では、理想の母親を演じていたということもあり、和樹は相当驚いていた。それと同時に、私への謝罪もしてくれた。その後、私と和樹は、裁判までの間に、義母が過ごす、拘置所に洋服を届けに行った。娘はまだ、病院で検査やら何やらを受けている。和樹の顔を見た義母は、気まずそうな顔をした。和樹、違うのよ。私は何もしてないのよ。未だに反省をしていないのか、自分は何もしていないと言い出す義母。その時、いい加減にしろよ。和樹が声を荒げた。普段は温厚な和樹が、こんな大きな声を出す場面なんて、私は出会ってから初めて見たかもしれない。あんたが俺の前だけいい母親を演じていたことなんて知ってるんだよ。もう演じなくていいから。え？義母は唖然としている。今回の件だって俺とミキの子供の指を切ろうとしたんだろう。そんな自分の子供の指を切られそうになって怒らない親がどこにいる。それにあんたがミキにどんなにひどい嫌がらせをしてきたか全部知ってるんだよ。そんなの許されるわけないだろう。義母は黙り込んでいる。しばらくの間沈黙が流れたが、沈黙を破ったのは義母だった。だってしょうがないじゃない。医者のあんたにその女が似合うわけないでしょ。せっかく苦労して学費を貯めてあんたを医学部に行かせることができて医者になってくれて、なのに結婚相手がその女、考えられないわ。不釣り合いなのよ。そんなのどうでもいいだろ。夫は反論する。確かにあんたが俺を育ててきてくれたことには感謝している。でももうこれまでだ。もうあんたとは関わりを切る。俺たち引っ越すから。え？義母は言葉を失っている。無理もない。最愛の息子に縁を切ると告げられているのだ。弁護士とかもこっちでは雇わないから。それじゃあ。そう言って、私と和樹は面会室を後にすることになった。私はどうやって生きていけばいいのよ！後方からは義母の叫び声が聞こえる。今まで本当にすまなかった。私は夫があんだけ言ってくれてすっきりしていた。いいのよ。ありがとうね。引っ越し先なんだが、実は今通ってる病院の部員への転勤の話が出ていたんだ。福岡だよ。ミキの実家もそう遠くない。福岡は私の実家があるところだ。もちろん大歓迎よ。お母さん、本当にいいの？
私は誰にでも優しい和樹がそう簡単に母親と縁を切るものかと思っていた。自分の娘を殺しかけた犯罪者と連絡を取り合いたいと思うか？確かにね。夫の返答を聞いて私は改めて母親としての自覚が芽生えた。私は母親なのだと。その後、義母は懲役5年が課せられることとなった。裁判でも義母は相変わらず反省していないようで。あの女が悪いのよ。あの女と和樹が釣り合っていないのよ。などと無関係なことをずっとほざいていたらしく、裁判官は初犯の高齢者だったにもかかわらず、死後猶予をつけようにもつけられなかったそうだ。刑務所の中で5年過ごすこととなった義母は、周りの受刑者がいるにもかかわらず、わめきだし、他の受刑者と喧嘩を始めたこともあり、独房へ移動させられることとなったそうだ。さらに、義母の家は持ち家ではなく、賃貸だったということもあり、義母が刑務所に入っている間に、資産が底をついたせいで、家賃滞納が長引き、家から追い出されることになったらしい。大家さんは義母のことを不憫に思い、私たちに連絡してくれたのだが、私たちが義母の分の家賃を払うはずがない。義母は刑務所から出所した暁にはホームレスになってしまうのだ。一体義母はどのように生活していくのやら。一方の私たちは、私の実家からそこまで遠くない和樹の職場の病院にも近いマンションの一室を購入することができ、そこで暮らしている。マンションには私の両親がよく遊びに来てくれ、私が買い物に行ったり家事をしたりする間、娘の瑞希の面倒を見てくれている。瑞希が1歳になった頃には無事手術も成功し、瑞希は何不自由ない生活を送っている。これからは家族3人で私の両親とも仲良くしながら暮らしていこうと思う。